しささしささへへ、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、2021年を振り返ってという動画ですね。始まりました。初めて見たはいいものも、そうそうそう、何をやるかは決まってないという。結構いろいろあったからね。まず一番も世間体で言うとコロナですよね。あ、そうだね。結構悩まされましたね、うん、で、まあ、直近なんですけど軽石、コロナ来て今度軽石、まあ、ウィンチャー結構大打撃受けてますよね。そんな中でもいろいろやってきたことがあるので、それのちょっと報告を兼ねて今回あの2021年を締めくくる、まあ、ご挨拶も兼ねてね、うん、いう感じですかね。はい、一回いじる、このこれこれ今日の撮影場所はじゃあマッキーから あれするか。あ、そうだね。この会場を押さえてくれた。あ、そうですね、はい。まあ、今回その2021年を振り返ってっていうことなので場所を押さえました。いやらしいイルミネーションっていうのが出てるんですけど、この間ではね。いや、違います。3名だから2名保証とかそういうのではないですか。今からそういうあの綺麗な人が入るわけではなく、あの残念ながらもう3名だけの貸し切りで、貸し切りです。ちゃんと借りました。どれぐらい貸し切りかっていうと、見ていいですか、これ。こんな感じで撮ってますけど、この広さ見てください。ここを僕らこれ3名だと。年末ぐらいはね、大部屋でノンアルコールですけど、ノンアルコールコーヒーで楽しんでいきますか。そうですね、これで報告していきたいと思います。はい。一番最初の出来事かな、まあ、チャンネルで言うと2万人達成しましたね。ああ、そうですね、その後かなぐらいにミコの誕生日でライブ配信したんですけど、その時の目標が今年年内に3万人達成を目標にしますと、はい、僕の誕生日の時に掲げました、はい、なんと達成しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。半信半疑だったんだけど、あの時にね、 YouTube ってこのままのペースでいくとどんぐらいでチャンネル登録何万人達成しますよって出るんですよ。でその段階でもギリギリだったんですよね。まあ頑張りがまあ実った感じが。そうですね、11月にはもう3万人達成して、正式にねこの発表してなかったので一応この場を借りて3万人達成しましたということで、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんとライブ配信でいろいろこうカメラですね、そうですね、買いたいっていうので相談しながらやって、無事にカメラ買ったっていうのも、もう我々にとっては結構大きい年だったので、あの皆さんの協力もあって無事にあの新しいカメラ買ったっていうのも結構一つ大きなあの出来事ですね。自分の中にとってはスパチャでいただいたカメラですね。ありがとうございます。これももう一つ大きな出来事の一つです。最近ちらほらオープニングの時に海外は字幕入れてますっていう感じで、この国旗の画像だったりあの英語でちょっと書かれてるんですけど、あれちょっと海外の翻訳を一部 あの動画だけ入れてるんで、海外の人を楽しんでもらえるチャンネルだったらいいなっていうことで新しく試みやってます。まあ、続けるかどうかはあの今後の動向を見てからやるんですけれども、それも一つ自分のチャンネルとっては大きな出来事だったので、この場を借りて報告ですね。はい。そして、最後、まあ、ちょっと大きい、まあ、我々底辺って言ったら結構大きい報告なんですけど、なんとですね、Humans of YouTube、今年の夏ぐらいに、日本事務局の方からメールが来てですね、YouTube を活用されている方々の中で、社会的、文化的、経済的に有意義な影響を与えた100人を選定し、そのクリエイターの皆様にメールをしてますと。ということで、自分なんかのチャンネルもなんとこの100人の中に入ったとのことです。Google Japan 社選出の日本を代表する100人のクリエイターの候補として、沖縄県さかなクラブ様に、ぜひ Human of YouTube への、ご協力を賜りたくご連絡させていただくことに至りましたというふうにメールを届けて、最初鍵来るはずがないとしても、僕らのね、そうそうそう、数字的にも大手の企業からだもんね。100、当初100だったんですけど、1個増えてますね。日本の YouTube で101に絞って僕らが該当するはずがないじゃないですか。そうそう、結構しっかり一応確かに聞いてる分ではすごいある。そうそうそう、日本版では今回が初めてのプロモーションだったらしくて、海外では実際にアメリカ、フランス、オーストラリア推進してるらしくて、日本でっていうのは初めてだったんで、今回多分自分なんかは最初のあれに設定されたっていうことになるのかな。で、まあ、電話でとか、あと文面でちょっとインタビュー答えられる範囲に答えて、これが8月の末ぐらいに日本語のウェブサイトに掲載されましたということで、しっかりとちゃんと載ってました。それで俺も確認した。コメント欄に視聴者が書いてくれたじゃないですか、ヘロバーを設定おめでとうございますみたいな、うん、見てみたらすごいことになってました。正確に101人の中に選ばれたということで、何をもって選出された基準っていうのはちょっと教えてくれなかったんですけど、底辺から選出されてるのかなと思いきや、
名だたる大物が、そう、僕もだから入ってったっていうのがちょっと、まあ、ちょっと気になって、はい、で、なんかその日本の地図か、地図みたいのが出てて、うん、で、そこの県に飛べば、うん、その県から受賞された人が出てくるっていう方式だったわけ、うん、まあ、もちろん自分らが出た県が沖縄県だから、うん、沖縄県見たら3組、うん、助産師の方と、ミオ、観光案内のチャンネルなのかな、その2組と僕ら1組他にもなんか選ぶ人がいっぱいいてんって言ってもらう、そうだけどなと思ったけど、パッて頭に浮かぶだけでもいっぱいいるのに、うん、まあ断ったかもしれないし、ああそのパターンもあるかもしれない、うん、それで僕ら沖縄版みたいなのに気になったので、うん、もう一応全都道府県見たかと思って、うん、九州から全部上まで見に行ったんですよ、うん、すごい、なんとすごい人たちいました、はい、九州で言えば釣り岡、あ釣りいろは、聞いたことありますよね。であとはお笑い芸人ジャルジャルっていうコンビ、2人組の、あの人たちはそのお笑いのを YouTube にも載せてるわけさ、多分それでだと思うんだけど、あ、なるほど、あと何組か多分あるんですけど、僕らが知識がないから何組かと聞いたことあるチャンネルもちょいました。でこれだけは多分全国民が知ってるだろうっていうチャンネルが一つある、俺も知ってた、うん、嘘、はじめ社長さんいます、やばいマジか、すごいよね、ごめんなさいはじめ社長さんいます、俺も衝撃だった、聞いたことある名前だもんね、本物だった、本物チャンネル登録者数のあれで決めてない、決めてない、1000人のチャンネルもいれば、はじめ社長なんて今900万とかでしょ、にしてもでも俺なんかそんな影響は、しかもこれ社会的、文化的、経済的の、俺なんか経済的部門で入ってるわけよ、赤字だけど、俺の中の経済部分は赤字だけど影響を与えられた人がいたのかな、分からんけど、それ社会的、文化的、経済的に影響を与えた100人っていう一応名目だから、誰かが一応影響を与えられたかもしれないそれで言うと分からないですけど、いやもうなんか素直にだから、それ見た時にこれはちょっとありがたく、そう、嬉しい、本当に嬉しく、これは報告に入れようってなったんですよ、うん、その段階でね、こういうなんか選ばれたぜっていうのを知ってたけど、うん、どうせ大したことないと思ってたからスルーしてたことが、いただいてる賞だったら丁寧っていうか、まあね、一応応援っていうのがあってということで、一応今回はですね、同期メンバーっていうことでいいんですよね、初めちゃったと多分同期だと思います、同期でしょ、2021年の100人の同期でしょこの年は間違ってはないですよ、間違ってはないですよね、はい、これでモアイとかやろうかな余計2021年目なんでモアイとかやったりですねしかもつい最近届いたんだよね、そう、その、インタビューしたものとか実際にあのウェブ版に掲載されてるんですけど、うん、それと同じものが冊子になって届いてるんで、見事マッキーにもちょっと見てもらいたいなと、はい、あ、もう見えてますね、おうわぁ、はい、興奮するぞこれ、すごい、はい、今こんな状態ですね、もうすごいぞ、荷物届いた時はもう何個あると思って、どこからマンゴー届いたのかってビリッてビリッて私これ見た瞬間ちょっと丁寧やって待て って言ってから保存しましたからね、当時の状況と届いたよっていうの聞いたけど、そう中身は良かったですもんね、開封していっていいか、じゃあ、はい、お願いします、はい、こんな感じです、うわぁアップルみたいな、あの、なんか作りしてるわけよ、あ、すごっ、舐め回そうね、一回、うん、過去舐め回しましょうね、いただきますよ、はい、お願いします、はい、こっちもなんか磁石でくっつける、こっち、こだわってるの、ブランドのあれじゃん、箱、そう使われるやつだ、これなんかすごいよね、どうせ卵がつける、あらら箱から箱でまた、うん、そう、ブラック推しなんですけど、買うか買うのって最初いや、これ、金城さん欲しいな箱買いたいって言ってそうだこっちに書いてあるね、ストーリー、うん、撮影していただきありがとうございます、日本各地の101組の皆様方からいただいた素敵なストーリーを冊子にまとめてあります、残念ながらもう結果知ってしまったね、冊子があってる、現金じゃないんだ、現金、こっちはもう今俺盾を信じてたけど、うん、盾じゃないです、じゃあ冊子があってます、これ、あ、すごいね、ゴツちゃんとしてる、これ無料でいただいた、すごいすごいよね、ちょっと開けてみる、無駄たる人たちを一瞬写しましょうね、一瞬、はい、いきますよ、せーの、うわーお約束のね、まあ、ミコ見たの多分日本人ってこれだね、あ、それあー、うん、みんなこっちだけどね、で、それをうちなんかはこっちに入ってる、で、まあ、俺なんかは、まあ、一番最後にやるね、あー、わかりやすい、そう、名たる人たちがいろいろあって、あ、ほらあ、やっぱフィッシャーって、あ、ガチやんね、フィッシャーだよね、東京都で文化部門、
これこの人たちも見たことあるんじゃない？あ、東海もいる。東海もいるんだ。いや、すごいじゃんこれ。すごいよね。あ、おお、ね、出ました。うん、すごい。あ、すごい。お二人ともあのリレクしてくれて。この人は静岡県出身なんだ。で、文化部もなってるね。はい、これ。釣りロハ。うん、釣りヨカ。おお。一組。こっちは二人とも経済に入ってますね。で、なんとこの1ページ使われてる。我々もちゃんと1ページ入ってますこれ。おお。なんでこの写真せあの。ちょっと、ね、今回あの取り急ぎだったん で正解も知らなかったから、うん、ミーコに単独で確認してマッキーがちょっと今回入ってないですけど、うん、第2回目もちょっとマッキーも入れましょうね。沖縄からはあの3組1、2、3組ですね。3組、あ、これがまず1つ。あ、まだある。まだあるんだ。まだあります。ここね、ほら、蹴ます。ほら、おお、おお、じらすわけよ。いちいちかっこいいな。そう、ここからまたもう1箱入ってる。ちょっと笑かしに来て。そうそう。ああ、でもすごいな。YouTube ですね。なんか収納ケースみたいな。ああ。中にまた何か入ってる。あら。はい。お、これまた YouTube みたいです。そうそうそう。こちらですね。フーだよね。これ。いいでしょうね。実はなんかカップになってて、折りたたみができるカップみたいな。嘘でしょ？そう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 。そうそうそう。これが。まさかの。これが届きました。ちゃんと一応 YouTube って入ってるけどね。入ってるけど、けど全組これなのかな。多分あの誰かあげてるやついたよ。同じのもらってるやついた。あ、みんなこれか。うん、多分みんなこれかもしれない。分からん、ランク付けがされてるのか分からんけど。そうそうそう、これ多分メルカリで500円ぐらいだ。新品未使用で500円じゃない。確かに俺なんかにしかなかったら、まあ、101人ここしかないから。あ、まあそうか、まあ、それなりのあれだね。まあね、まあでもそこで初め社長がサイン付きってやったらプレミアムがついて、うん、いや、すごいな、すごいな。笑かしに来たのかな。 YouTube って書いてるけどね。これでじゃあ今度スタバでどうやってみる。じゃあそれこれのっつってか。まあまあ物じゃないですから、まあ、こういうのは物じゃない、こういうのは物じゃないですからね。表彰されたっていうことに、ね、そうだね、一応報告としてね、うんうん、応援してくれてるリスナーさんもそうだし、沖縄県内にはもう僕ら結構あの助けてもらってる YouTuber さんいっぱいいますので、 その方々のおかげで、まあ、その方々が断ったのかわからないですけど、差し置いてこのような大変光栄なものをいただけるっていうのはちょっと大変恐縮なんですけど、一応ありがたくね、あの受け取っておこうかなという感じですかね。一応、まあ、ぶっちゃけその活動するにあたってみんな協力してくれてる人いるじゃないですか。その人たちに、まあ、一つこういうのいただいたよっていうことによってちょっと報われるのかなと。あ、確かに、まあ、仕事もね、勇気聞かせてもらってやってる部分があるので、一応こういうのをいただいたっていうのが一つ周りの方々にね、ちょっとした恩返しになるのかなと思って、ありがたく一応受け取ってそうだね、流れですかね。そんな感じです。いやー、まあ、よかった。大変光栄ですよね、本当に、うん、俺らにとっては大きい報告ですかね。報告すごい大きい、これは大きいよ。大きい報告です。この後あれだけど、来年の目標みたいなのも一応伝わっとくか。そうだね。一番わかりやすく言うと、今3万人突破したんですけど、またちょっと頑張らないといけない数字で、ミコからちょっとじゃあ目標宣言してほしいよって、来年。あ、わかりやすく ね、数字で言うとどれぐらいまでいけるか。今 YouTube 界が、多分 YouTube やってる人が多分本当に身にしてみてわかると思うんですけど、レッドオーシャンって言われてて、うんうん、YouTuber が本当に溢れ返ってて、大物 YouTuber たちでさえちょっとずつやっぱ再生とかが落ちてきてるし、うん、登録者数も伸びなくなってきてるんですよ、うんうん。見てる人たちが減ってるんじゃなくて、見てる人は増えてるんですけど、それ以上にチャンネルをやってる人が増えてレッドオーシャン状態とかですね。だから本当に簡単には伸びない時代に入ってきてるっていうのは事実なんですよ。ランクで言うと僕らが今3万ちょっとなので、4万飛んで5万。おお、5万いってきますか。ちょっと頑張らないといけない数字だね。やばいね。5万、5万でいきましょうか。いきたいですね。よし、じゃあ5万目標ね。その今見てる視聴者の皆さんにもお付き合いいただきたいというか、見届けてほしいですね。これ、あ、5万は盾ないよな。10万からだよな。10万から、10万から作るか、盾は自分の中でキーベキーベ廃材で廃材で廃材で5万みたいな廃材で作りましょう。そうだな。いや、なんかサバイバルとかそういうのもなんか企画増やしていこうかな。そうだね。サバイバルとかそのコメント欄でこういうのやってほしい、ああいうのやってほしいって今までもらったのがあるので、あ、そういうのも少し取り入れながらやっていく感じになりますかね。はい。じゃあ2021年応援してくれた皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。
また来年も、少しでも楽しんでいただける、またためになるですね、チャンネルを頑張って作っていきたいと思いますので、来年もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。